Good morning! 皆さん、金曜の朝、いかがお過ごしですか？滑舌。今日もラビットが始まります。今日はね、こんな衣装だよ。今日はひーもくんの誕生日ということで、おしゃれしてます。ちょっとやっぱトイレ行ってきていい？トイレ行きたくなってきちゃう。階段で上がってきたから今日はシウマさんの開運ロケの VTR を見ます。スカイツリーに行ったら運気が上がるんだって。みんな来年のラッキーナンバーは7と15と31って言ってた。それだけ覚えてる。でも私15日生まれなのでいい気がするよね、来年もね。このあともう一本撮影があるのでお昼ご飯を買って現場に向かいたいと思います。うわ、ありがとうございます。そしてちょっと早いんですけど、近藤さん、おお、すげえ。これはいい。え、やば。激やば。激アツ。これは子供たちも好きだ。ありがとうございます。はい、二本目は撮影でございます。今日はなぜか睡魔が襲ってくる日です。珍しいよね。あんま眠い眠い言わないよ。うん。鈴木も頑張ります。年賀状です。これは所属事務所の皆様に配る年賀状でございます。直筆なんですね。直筆なんです。今日のお仕事は終わりですか？はい、お疲れ様でした。次のラビットも見てね。次は12月15日でございます。こんにちは、でした。バイバイ。